女優の山本美月29が25日自身のインスタグラムを更新。クリスマスのショットを公開し反響を呼んでいる。山本はメリー X マス上手に焼けた丸鶏を添えてとコメント。高層階からの夜景を背にしたショットや焼けたチキンの写真をアップした。また夫で俳優の瀬戸康史32も同日のインスタに夜景をバックにした写真を投稿し、もうすぐ2020年が終わります、本当に皆さんお疲れ様でした。とは言ってもまだまだ仕事が残っている方もたくさんいると思います。僕もそうです。もう少し頑張りましょとコメント。でもクリスマスくらいゆっくり過ごして少しくらい自分を甘やかしても罰は当たらんでしょう。皆さんが素敵な1日を過ごせますようにメリークリスマスと結んだ。フォロワーからは素敵な夫婦お揃いショットですか、瀬戸くんが挙げてた写真と同じ背景、お二人の幸せごちそうさまです、瀬戸くんに撮ってもらったんかななどの声が集まっている。二人はドラマ共演をきっかけに愛を育み、約1年の交際期間を経て今年8月に結婚した。